どうも、現役職人芸人の鴨志田セブンです。それでは今回も一冊紹介していきましょう。今回紹介するのはこちら、漫画家東村明子先生の初エッセイ、もしもしあっこちゃんでございます。はい、これ副題がですね、漫画と電話とチキン南蛮と載っておりまして、はい、まあ、東村先生ね、皆さんもご存知だと思いますけども、超有名漫画家でございます。東京タラレバ娘とか美食探偵とか、ドラマ化になったものもありますし、カクカクシカジカママテンパリストなど、もう爆裂メガヒットの漫画も出している、漫画家さんでございます。その東村先生が出した、まあ、エッセイ、文字がメインのね、本でございますけども、いやー、まあ、もともとね、明子先生はもう、ギャグもめちゃくちゃ面白いから、やっぱりこの中に入ってるエピソードも、すごい面白い。やっぱ、半生を、描いた、カクカクシカジカママテンパリストみたいなエッセイ漫画は書かれていたんで、やっぱ文字のエッセイになっても面白いエピソードがいっぱいある。で、なぜこのタイトルになってるか、もしもし、あっこちゃん。これね、もう、副題にもあるんですけど、このエッセイの、もう、第二の主人公と言ってもいいのが、もう、電話なんですよね。これどういうことかというと、まず東村先生のお父さんがですね、電電公社という NTT になる前の前身の会社ですね。まあ、これ会社というか、こう国の機関だったの、電電公社ね。そこからこう民間になっていくところの会社に勤められていて、そこからずっと電話の付き合いがあって、で、もう幼い頃はですね、もうその東村の、お家にはですね、黒電話が数台、ピンク電話、赤電話がこう飾ってあるという、なぜか壺とか置くような場所に電話が飾ってあるって、お父さんのコレクションで電話が置いてあるっていうぐらい電話が、馴染み深い、家庭だったんですね。でさらに東村先生自体が、一番最初にめちゃくちゃいいこと言ってて、まあ、私がこう漫画を、ね、読み始めて40年になりますと。で、この40年で漫画もめちゃくちゃ進化していったけども、もっと変化していったのは電話なんだと、電話がカメラやテレビになるとは思いませんでした。電話がパソコンの代わりになるとは思いませんでした。そして漫画を電話で読む日が来るとは夢にも思いませんでした。確かになと思って、僕も今35歳ですけども、やっぱここまで携帯電話が出てから、電話っていうものがめちゃくちゃ大事な、もうお財布とかになって、お財布携帯と呼ばれるものも出るぐらいですから、そういう風にこう電話が進化していっていくっていうこと自体もやっぱ意外でしたし、これはまた東村先生が言うことに意義ってめちゃくちゃあって、東村先生っていうのはこの Webtoon と呼ばれる韓国発祥のこう縦読みの漫画、スマホとかに特化した漫画の描き方みたいなものにいち早くこう参入していった漫画家さんでもあるので、その Webtoon がやっぱできる作家さんだからこそ、電話とね、自分の人生をつなげたエッセイってめちゃめちゃ面白いなって思ったんですよね。でさらにやっぱ一個一個のエピソードが強いんですよ、やっぱり。笑っちゃったのが、1992年にですね、バルセロナオリンピックがあった時に、宮崎県、まあ、宮崎出身なんですけど、明子先生がね。で、そこに森下浩一選手というのがいてですね、男子マラソンの選手なんですけど、この森下選手にですね、東村先生恋をしたんですね。で、宮崎に戻ってきた時にですね、奇跡的に会うことができたんですよ。まあ、それも結構東村先生のね、まあ、とある、いろんなアプローチもあったんですけども。で、この森下選手がね、結婚しちゃうんですね。で、もちろん全然ただの学生ですから、当時、東村先生は。全然その、お付き合いできる空気感とかもなかった上で、この、森下選手が結婚した後のですね、この失恋した明子先生がもう超面白いんですよね。不謹慎なんですけど、めっちゃ笑っちゃうんですよ。ぜひそのね、振られっぷりとかも読んでほしいですし、あとびっくりしたのがですね、小学校の時のエピソードで、その東村先生はですね、もともと、漫画クラブに所属していて、まあ、小学校の時は漫画描くの好きだったんでね。で、その、男子もいて女子もいたんですけど、その1個上の先輩の、男子がですね、ワンピースの小田栄一郎先生だったんですよ。めちゃくちゃすごくないですか、その漫画クラブ、ね、小田栄一郎いて東村明子いる漫画クラブって、もう少年漫画もその女性向け漫画も完全に網羅している最高の漫画クラブが存在していたってことも結構知れて、わーってなりましたね。皆さんもぜひね、これを読んで、まあ最近の若い人はね、電話って昔こうだったんだよっていうのも知っていただきたいし、まあ、僕らぐらいの世代の人にはね、うわーこういうのあるあるだったわーね、留守番電話とか、この電話でのこの待ち合わせとかね、友達と会話する感じ懐かしいとかね、思ってほしい、激烈面白いエッセイでございますので、ぜひとも皆様、もしもしあっこちゃん読んでみてください。